人形魔神作成の続きからです。よっさクッパキッポキルー、天体納豆、へいへいほうな。前回は、マシンの中間素材、プラスチックの生産を行ったところでした。これを使って3種の機械を作ります。すいません、3種の機械牛丼特盛温玉乗せをお願いします。メカバンチー牛丼。真面目な話、チーズ牛丼の特盛を食べきれるオタクって多くないと思うんだ。それでは作りましょう。プラントソーアーに、プラントフェイティライザーに、プラントギャザラーを作成しました。プラントソーアーは、種や苗木などを植える役割を持ちます。そしてプラントギャザラーは、育った作物を収穫します。そしてプラントフェイティライザーは、骨粉を自動で撒き散らす装置です。植える、育てる、収穫するという3つの工程を、それぞれ別の機械で行うんですね。全部一つでやってくれたらいいのに。贅沢言いなさんな。そんな仕様のため、収穫して手に入れた種や苗木を、ギャザラーからソーアーに移すための輸送ラインが必要です。ソーアーは農地の2マス下に設置しなければならないという仕様上、直に輸送ラインを持ってこないといけないので、そこがダルダルダルビッシュです。ダルビッシュ。ジーカシボリ。お前それ何年前の CM だよ。この CM を知っている人はコメントしてね。それで、出来上がった自動林業施設がこちらです。え、なんか、しょぼくね。一本しか生えてないじゃん。一本でいいの。骨粉を使って木を育てるため、一本でも十分な生産効率が得られます。それに、この3種の神器たち、デフォルトでは1マスしか効果を発揮せず、効果範囲を広げるにはアップグレードが必要で、それをするのもダルビッシュ。しかもこれ以上広げたところで、輸送とか骨粉の供給とかもろもろが足りなくなるので、これでいいんですよこれで。確かに、今こうやって見ているだけでも、相当な頻度で苗木が育って伐採されていますね。これ以上増やしても使い道がないか。醤油粉と、ソースか。あとはジャガイモなんかも、と思ったけど、こっちはガーデンクローシェがあるからいいや。現在のダイヤモンドは、5800個。ビルダーによる高速採掘だけでこの数を確保してきたわけですが、もう一つ、ダイヤの生産方法があることに気づきました。今回はそれを実行していきます。ダイヤを生産するねー。石炭でも固めてダイヤにするんか？固めるほどの石炭はないけど、まあ似たようなものだ。ということでケミカルディゾルバーを作り、ケミカルコンバイナーを作りました。科学的な錬金術モッド、アルケミストリーで追加される装置です。錬金術。錬金術といっても、チート級のやつではないけどね。例えば、石炭をディゾルバーに入れてみると、このように、炭素原子に分解されます。アイテムを分子、原子レベルに分解する装置ですね。そしてその炭素原子、512個をケミカルコンバイナーに入れると、ダイヤモンドになるのだ。人工ダイヤだね。これがもう一つのダイヤ生産手段ってことか。ただ、ダイヤ1個を作るのに、石炭が64個必要で、さっきも言ったように、石炭を固めてダイヤを作るほど、石炭は余っていません。そこで、石炭よりも優秀な、炭素原子核保養員を探しました。そしたら、意外なアイテムが、炭素を多く含むことに気づいたのです。炭素を多く含むもの、なんでしょう、サトウキビとか？それが、実は、クモの目なのです。マジで？クモの目からは、ベータカロテンが2個できます。ベータカロテンはなんと、炭素原子を40個も含むのです。つまり、クモの目1個から、80個もの炭素原子を獲得できるということなのだ。ダイヤを作るのに必要なのが512個だから。クモの目が 8.5 個あれば、ダイヤを1個作れますね。トラック施設でクモの目は死ぬほど集まりますので、全部ダイヤにしちゃいましょう。ということで完全自動化したのがこちらです。クモの目を分解する装置、ベータカロテンを分解する装置、ダイヤを作る装置、1台じゃ足りなかったので、2台体制でダイヤを作っております。まさか、クモの目でダイヤを作るなんてな。動画でも見たことないですね。初めての光景かも。つまり私がクモの目ダイヤブランドを立ち上げて特許を取れば、ガッポガッポ。クモの目ダイヤって響きが良くないな。客が寄りつかなそう。スパイダーアイダイヤモンドってすれば売れるかもしれん。どっちみち、この世界に買ってくれる人はいませんけどね。あれからひたすらダイヤを生産し続けて、ついに、この時が来ました。ダイヤモンド、1万個達成だー。やったー、目標達成だー。結構な時間がかかりましたね。さすがに1万個は。ふっ、よく頑張ってくれたんだぜ。さあさあ、マリサさん、約束だよね。そうですね、約束ですからね。焼肉おごってくれるって約束だったよね。そんな約束した覚えないが？5本、さて、約束通り、この世界を朝にする方法を教えてやろう。ドキドキ。またはぐらかしたりしないよね？しないさ。この世界を朝にする方法、それは、
これだ。ドラコニックエボリューション、それは工業化モッドの一つだけれど、そのモッドに、朝にする装置なんてあったかな。とりあえず、レシピモッドで検索してみな。はいはい、上から順番に見てみますよっと。時間に関係する装置やアイテムなんてあったかな。ここから先は装備類だから関係ないでしょ。発電機に、テレポート装置に、エンチャントを移せる装置に、この辺はよくわからない。もしかしてここいらのアイテムなのか。そしてここから先はドラコニック特有のアイテムを作る装置でしょ。ちょっと待って。これだー。わかったよ。完全にわかったよマリサ。この、セレスティアルマニピュレーターというアイテムは、時間を好きなように操作する機械。だからこれを使えば、強制的に朝や昼の時間にすることができる。そういうことでしょう。そうだ、その通りだぜ。今回、1.12 という、少し古めのバージョンでやってもらったのも、これ以降のバージョンで、その装置が削除されるからなんだ。そんな理由があったんですね。よし、わかったなら、早速それを作っちゃおう。ただ、レシピを確認したんだけど、作るために、ドラゴンの卵とネザースターが必要みたいだ。じゃあ、エンドラとイザーを両方倒さなきゃいけないね。まあ、工業の力があるから、難しくはないさ。それじゃあ早速、エンドラとイザーの討伐準備に取り掛かろう。いよいよだ、いよいよ目標に到達できるんだ。チーズ牛丼特盛温玉の背を食べきるという目標がすぐ目の前に。それ全く関係ないよな。